ちは。こんにちは。今日この網は何ですか、船長？これ。これは魚を取る網です。おお。今日はどこに行くの？これから。今日は海。海。海。あ、いいね。遠い海。おお、遠い海。遠いよ。ここからだいたいどのぐらいかかるの？50分ぐらいかかんねえかな。おお。行ってみないとわかんねえ、これは。おお。6つまで行けるボディ50メーターぐらいだからな。おお。大体、まあその近くだ。おっしゃ。今日は網を仕掛けに行くぜ。行くぜ。行くぜ。なあ。ほいほーい。この日は田村船長と一緒に魚を取る網を仕掛けに来たよ。出港は朝の4時、波はなく、とても穏やかな日でした。お、40メーター。42メーターぐらいかな、そこ。おー。いいね、天気はさ、スモクタの山が大きく見える。おー。でも見えないわね。見えない。うん。なんとかなんだろうね。今、分断していいんで。うん、波あればこちらも出ねえよ。あ、ほんと。うん。ああ。いや、最高だね。うん。なんも波ねえ。こうやって走られねえから、ゆっくり入れれば。あ、ほんと。はたいてはたいて。よし。着いたぜ。今からここに網を仕掛けるそうです。どうやって仕掛けるか、楽しみでガンスにガンス。いよいよ始まったでガンスよ。左手ハンドル、右手にロープ、左手くるくる、右手しるしる。あっちキョロキョロ、こっちキョロキョロ。田村船長、顔の見せ所じゃなくて腕の見せ所です。網がどんどん水深約50メートルの深い海の中へ入っていきます。田村船長、網を見ながら、周りを見ながらハンドル操作。空になったカゴをあっちに置いて、次なる網をセットして、たった一人でそれらの作業をこなしております。次なる旗が投げ込まれました。手慣れた手つきでさっさっさ、次から次へとほいさっさ、いっちらほっちらほいさっさ。そして気づけば、あっという間にこんなに仕掛け終わりました。そしてついに最後の旗が投げ込まれました。田村船長、船の上じーっと流して、よしと帰り道は違う。これだだ波じゃないばおっかないな。だっぷんだっぷんで、ほんとだ。今度網がくるくるとか、くるか。うん、ほんと、いつあげるのこれ、網。4日間ぐらいつけて、5日目にある。おー、どう、日、月、火曜、水。あ、そのうち湿気も続くからな。ああ、そうか。毎日こういうふうに海に頂戴するのも本当にいいから。ああ、これは本当に網みんなが仕事しやすい。うん。波と風あるは大変。本日の作業終了。はい。あ、帰るか。よし、帰ろう。間違って違う方で帰るんだよ。よし、果たしてこれがどうなるでしょうか。またね。田村水産さくら丸、網上げ編もお楽しみに。高評価、チャンネル登録もよろしく。またね。